はい、どうも、ティカです。はい、というわけで今回は、本日登場アニバーサリー第1弾12名能力チェックやっていきます。はい、というわけでね、本日より11月に入って、11月最初の更新はアニバーサリー第1弾が登場となりました。で、今回の第1弾に関しては、ね、特番でも告知があった通り、無料10連が来ております。で、無料10連がね、ある時のイベントに関しては、累計がね、アニバーサリーの契約書ではなく、通常 S ラン契約書となっております。で、今回に関してはね、ホームランダービーが開催されています。まあ、ただね、累計のね、S ラン契約書はね、通常なんですが、一応ね、このお知らせのね下に書いてる通り、累計の方にね A ランクのアニバーサリー企画書第1弾がねあるというところで、ここに関してはねぜひとも回収していただければなと思います。で、今回ねメインイベはホームランダービーなんですが、実はねカブセイベでクイズスタジアムミニも登場しております。で、このクイズスタジアムミニの方に関してはアニバーサリーに関するね報酬は特にありません。で、さらに明日より消費スタミナ2分の1キャンペーンが開催となります。だけどね、前回は確か7月かな、あの3連休でねスタハン来てましたが、今回もねこの11月の3連休にスタハンをかぶせてきております。まあ、なのでワールドチャレンジャーとか、あとはね OB 第2弾でね獲得した選手のね育成が終わってないっていう方とかね、まあ、そこで獲得した選手のレベル上げは終わったけど特殊能力素材がねまだ足りなくて集めきれてないっていう方なんかはね、この消費スタミナ2分の1スタハンをねうまく活用して育成っていうところをね進めていただければなと思います。で、今回のねアニバーサリーに関してはいつも通りね30連目に S ランクアニバーサリー選手1人確定、60連目に自チームの S ランクアニバーサリー選手1人確定となってます。まあ、なのでね一応最大1500エナジー回せば1人ね狙いの選手を獲得することができます。またね無料10連も含めてこの50連目までにねアニバーサリー選手を5枚獲得できるね神引きをすることができればね、まあ、そこで獲得できた5人を使って今回ねセレクトミキサーで狙いの選手をね1人獲得できる仕様となってるんでね、まあ、特に純正の方でね50連以内に亀引きできた方なんかは60連見かずにねその5人使ってセレクトミキサーするっていうのは全然ありかなと思います。で、あとね今回ね16時に強制アップデートがね公開されてて、これに関してはねメインビジュアルとアプリアイコンの変更っていうところなんで、まあ、大谷さんのねメインビジュアルと大谷さんアイコンになってたアプリのアイコンっていうところが変更されます。で、あとね本日より吉野家コラボっていうところも来てるんでね、まあ、これに関しては牛丼の並盛り無料券とかね卵無料券とか、または30円引きとかもねもらえるっていうところがあるんでね、まあ、吉野家によく行くっていう方にぜひともやっていただければなと思います。だけど本日登場アニバーサリー第1弾12名能力チェックやっていこうと思うので、今回の動画参考になったなと思ってくれた方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日登場アニバーサリー第1弾12名能力チェックやっていきましょう。どうぞ。はい、というわけでまずは阪神前川選手ですが、前川選手に関してはまだシリーズ2の通常 S ランク未登場となってます。で、能力的には弾道ラインドライブでミートから73、70、67の称号でミートパワード落ちが狙えます。で、シリーズの通常 S ランクからミートがプラス9、パワーがプラス5、走力がプラス1されています。だけどね、シリーズの通常 S ランクだとね称号で全動落ち狙えたんですが、このシリーズ2に関しては通常でオミパド落ちが狙えるまでとなってます。で、守備適性がレフトメインで D50 で突4でライトに置くことができます。というわけで守備範囲に関してはシリーズ1から変更ありません。で、ウルアン三世が補給から51、50、60となってます。だけど補給がプラス15されています。で、特殊能力が超ラインドライブ選球眼躍動というわけで、シリーズ1だと超ラインドライブ粘り打ち初球だったんですが、第2特能が粘り打ちから選球眼に変更されています。だけどね、もしね通常でね、まあ、粘り打ちか初球眼ねどっちか残ってたとしても、相反するね特殊能力の組み合わせじゃなくなったっていうところはね、まあ、このシリーズ2の強化ポイントと言っていいかなと思います。続いて広島坂倉選手ですが、坂倉選手に関してはすでにシリーズ2通常 S ランク登場済みとなってます。で、能力のが弾道ラインドライブでミートから76、76、77の称号で全動値が狙えます。で、通常 S ランクから表参戦プラス1のみとなってます。で、守備適性がキャッチャーメインで D57 で突4でファーストサードに置くことができます。で、ウルアン参戦が補給から37、48、69となってます。で、特殊で型 B にできます。で、特殊能力が超ラインドライブ広角打法躍動というわけで、満塁男が躍動に変更されています。だけど、まあ、この躍動に関してはね、発動してもミートビアップ、確かミートプラ1だけやったと思うんでね、まあ、なかなかね自分の能力の上がり幅っていうところは少ないんで、まあ満塁男もねなかなか発動条件っていうところは厳しいですが、ミート中アップ、パワー中アップっていうね破壊力は高いんでね、まあ、ここに関してはどっちを使うかっていうところはね好みになるかなと思いますが、まあ、全然ね躍動じゃなくてね満塁男使うっていうのもありかなと思います。一応ね去年の熱気坂倉さん持ってる方に関してはね、もうその熱気坂倉さんが強いんで継承はせずにね、その熱気坂倉さんっていうところをスピ解放して使うのがいいかなと思います。続いて横浜オースティン選手ですが、オースティン選手に関してもシリーズ2通常 S ランク登場済みとなってます。で、能力的には弾道
パーヒッターでミートが76、80、69のデフォルトレイパワー A の称号でミートパワー同値が狙えます。またねミートパワー同値にしちゃうとパワー A は切っちゃいます。で通常 S ランクから表参戦プラス1のみとなってます。だけど通常 S ランクだとねパワー A は称号必要なんですが、アニバーサリーはねデフォルトレイパワー A となってます。で守備適性がファーストメインで C61 で突4でライトに置くことができます。で予覧参戦が補給から55、48、68となってます。で守備が積極です。で特殊能力が超パワーヒッター広角打法躍動というけフルスイングが躍動に変更されています。だけどねやっぱりねどちらかというとフルスイングの方がねリア対的には強いんで、リア対勢の方はねアニバーサリーより通常の方がいいかなと思います。で逆にねリーグ勢の方に関してはねデフォルトレパワー A になってるんでね、アニバーサリーであれば死者とかね狙えるっていうところがあるんでね、まあ、リーグ勢の方に関してはねこのアニバーサリー取りに行くっていうのはありかなと思います。続いて巨人坂本選手です。坂本選手に関してはシリーズ2通常 S ランク未登場となってます。で能力の方が弾道高弾道でミートが77、77、76のデフォルトレミパ同値の称号でミート A かパワー A が狙います。でシリーズ1の通常からパワーがマイナス1、総力がプラス1されています。で今回ね通常 S ランクだとねミート76、パワー76、総力75になるというわけで、坂本さんでねついにミート A もパワー A も狙えなくなります。まあ、なのでねミート A もしくはパワー A の坂本さんが欲しいっていう方はねこのアニバーサリーが必須となります。で守備適性がサードメインで C64 でトッツ3でショートに置くことができます。でシリーズ1からサード適性がプラス3、ショート適性がマイナス4されています。でユランサーセが補給が74、70、79となってます。で補給がプラス9、スローイングがプラス8、肩がマイナス1されています。で守備が積極です。で特殊能力が超広角打法パワーヒッター躍動というわけで、選球眼のところが躍動になってます。だけど、ね、まあ、坂本さんに関してはね、ショート時代のものを持ってる方はねショート時代のものをね使い続けるのがいいのかなと思います。続いてヤクルト山田哲人選手ですが、山田さんに関してはシリーズ2通常 S ランク登場済みとなってます。で能力の方が弾道パワーヒッターで見てから68、78、80の称号でパワー総力 A 同値が狙えます。で通常 S ランクから表参戦プラス1のみとなってます。でこの山田哲人さんに関してはねそのプラス1がでかくて、通常だとねパワー77、総力79なんで称号で、ね、A 同値っていうところが狙えないんですが、このアニバーサリーはねデフォルトで総力 A になったというわけで、パワープラス2の称号をつけれればねパワー総力 A 同値にできるんで、まあ、このねパワー総力 A 同値できる山田哲人さんが欲しいっていう方はね今回のアニバーサリー必須となります。で守備適性がセカンドのみで B73 で、裏の三成が補給から73、79、65となってます。で特殊能力はパワーヒッター、プルヒッター、躍動というけ初球が躍動に変更されています。というわけでね、まあセレクションとかね過去のオール A かつセカンド A いけるね山田哲人さんをね使ってるっていう方はね、まあ継承しない方がいいかなと思いますが、まあ普通にね最近の通常 S ランクの山田哲人さんをね使ってたっていう方はね全然継承でいいんじゃないかなと思います。続いて中日細川選手です。細川さんに関してはシリーズ2通常 S ランク未登場となってます。で能力的には弾道高弾道でミートが78、80、70の称号でミートパワー A 同値が狙えます。でシリーズ1の通常からミートがプラス4、パワーがプラス3、総力がプラス1されていますというわけで、まあ、細川さんに関しては一応ね通常でもミートパワー A 同値は狙える圏内となってます。またね総力 B かつミートパワー A 同値はねこのアニバーサリーでしか狙えないんで、そこにね魅力を感じる方はね今回のアニバーサリー獲得しに行くのありかなと思います。で守備適性がライトメインで D54 で突4でファーストレフトに置くことができます。でシリーズ1からレフト適性とライト適性がマイナス3されています。で裏の算数が補給から42、55、73となってます。裏の算数は特に変更ありません。で特殊能力が超広角打法パワーヒッター躍動というけど、選球眼と対左投手がパワーヒッターと躍動に変更されています。だけどね細川さん史上初めての、ね、超広角パワーヒになったというところで、まあ、超広角パワーヒでかつ総力 B でさらにミパエドを狙えるっていうところはね、このアニバが初めてなんでね、このアニバ狙うっていう方はね全然狙っていただければいいかなと思います。続いてオリックス西川龍馬選手ですが、西川さんに関してはシリーズ2通常 S ランク未登場となってます。で能力のが弾道中弾道で見てから81、75、76の完全ミート型のデフォルトでミート A となってます。でシリーズ1の通常 S ランクは総力がプラス1されています。で守備適性がレフトメインで C68 なんで特殊 A B にできます。で突4でセンターライト可能です。でシリーズ1からセンター適性ライト適性ともにマイナス2されています。で裏の算数が補給から43、61、54となってます。裏の算数は特に変更ありません。で特殊能力が超アベレージヒッター広角打法躍動というわけで、一応ねチャンスが躍動になってます。で特殊能力が超アベレージヒッター広角打法躍動というわけで、シリーズ1はねチャンス持ちだったんですが、ここがね一応躍動になってます。であと第一特殊能力と第二特殊能力が入れ替わってね、超広角打法持ちじゃなくなっちゃいました。だけど、ね、超広角打法持ちの方に使いたい方に関しては、ね、シリーズ1使い続けるのがいいかなと思います。続いてロッテ岡選手です。岡選手に関してはシリーズ2通常 S ランク未登場となってます。で能力のが弾道ラインドライブでミートから77、73、82の完全総力型のデフォルトで総力 A の称号でミート A が狙います。でシリーズ1の通常 S ランクはミートがプラス3、パワーがプラス3、総力がプラス1されています。だけどね今回のアニバーサリーではね表参戦プラス1されて
ってるっていうところがあるんで、ミート A が狙えるようになってます。だけど通常出てきた時はねミート76になるんで、小5でねミート総力 A にできる岡さんが欲しい方に関してはね、今回のアニバーサリー獲得必須となります。で守備適性がセンターメインからライトメインに変更されていて、ライト適性が C66 で突3でレフトセンター突4でファーストに置くことができます。でシリーズ1からファースト適性がプラス6されています。で裏の三世が補給から45、50、72となってます。裏の三世は特に変更ありません。で守備が積極です。で特殊運が超ラインドライブ選球眼躍動というわけで、シリーズ1は第3特能が意外性だったんですが、ここは躍動になってます。続いてソフトバンク山川選手ですが、山川選手に関してはシリーズ2通常でスランク登場済みとなってます。で能力的な弾道アーチストリミートが67、82、59の完全パワー型のデフォルトでパワー A となってます。で通常スランクはね表3世プラス1のみとなってます。またねそのプラス1されたことにより一応ミート B が狙えるようになってます。で守備適性がファーストのみで C61 で裏の3世が補給が62、51、58となってます。で特殊能力が超アーチストプロヒッター躍動というか満塁男が躍動に変更されています。だから、まあ、山川さんに関してよっぽどねミート B を狙いたいっていう方以外はねやっぱりね満塁男ではありますが、通常でねいいんじゃないかなと思います。続いて楽天鈴木空選手ですけど、鈴木空さんに関してはシリーズ2通常スランク未登場となってます。で能力のが9位から82、62、64の完全9位型のデフォルトで9位へとなってます。でシリーズ1の通常スランクから9位がプラス4、制球がプラス6、スタミナがプラス2されています。で投石性が中継ぎメインで突後で抑え可能です。で球種に関してはこんな感じで B 級指示を2つ持ちとなってます。まあ、ただしね高速スクリューとサークルチェンジが消滅してシュートがシンキングファーストに変更されています。で特殊能力が超伸びタイピンチ躍動というわけでキレが躍動に変更されています。というわけでね超タイピンチも剥奪されましたし、球種もね結構剥奪されたっていうところがあるんでね、まあリアタイ勢の方に関してはシリーズ1とか、まああとはね去年のものであれば確かねカットボール持ってるやつとかもあったりしたんでね、まあどちらかというと鈴木空さんに関してはね過去シリーズの方を使っていくのがいいかなと思います。続いて西武竹内選手です。竹内選手に関しては通常 S ランク未登場となってます。で能力のが9位から75、77、75の小5で全動地か制球 A が狙います。でシリーズ1の覚醒から9位がプラス7、制球がプラス7、スタミナがプラス11されています。だけどね今回表参戦プラス1されてることによりね制球 A が狙えるんで、もしね制球 A にしたい方はねこのアニバ必須ですが、まあ、全動地っていうところであればね全然通常 S ランクでもいいのかなと思います。で投石性が先発のみで突後で中継ぎ可能です。だけどシリーズ1であればね中継ぎ適性 C やったんで突3で可能でしたが、このシリーズ2はね突後が必要となります。で球種に関してはこんな感じ B 級指示を2つ持ちとなってます。あと新たにねカットボールが追加されてフォークが縦スラに変更されています。で特殊能力は超キレコントロール躍動というわけで特殊能力すべて入れ替わってます。そして最後はプロスペ初登場日本ハムレイエス選手でしたけど、能力のが弾道パワーヒッターでミートが74、81、66の完全パワー型のデフォルトでパワー A となってます。で守備適性がファーストのみで E49 なんで特殊で D にできます。で裏の三世が補給から43、42、63となってます。で守備が積極です。で特殊能力が超パワーヒッターフルスイング躍動となってます。というわけでねこの第3特能がねもし広角とかがねついてるのであればね通常の方が強いですし、まあ、もしね盗塁とかね走塁とかね打撃系の特殊能力じゃなければね躍動の方がいいかなと思いますが、まあレイエスにねそういう盗塁とか走塁とかね内野安打とか、まあ、そういうね打撃系の特殊能力じゃないものがねつくっていうのはねあんま考えづらいかなと思うんで、まあ、初登場っていうところも含めてね限界突破がしづらいんで、まあレイエスに関してはね通常の登場、まあ、それこそね来季もね残留が確定してるんで今後のね通常スランク期待してね、まあ、今回スルーするっていうのもね、まあ、一つの手なのかなと思います。またねこのアニバーサリーのねこの背景でこの写真でっていうのはね、まあ、もう今後二度と獲得できないっていうところがあるんでね、今回サイン入りでこの背景でこの写真のレイエスが欲しいっていう方はね獲得しに行ってもいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回は本日登場アニバーサリー第1弾12名能力チェックやっていきました。いかがだったでしょうか。いや、というわけで今回の第1弾に関してはね、まあリーグ勢の方であればね、この選手取っとかないと通常はね、きついっていうね、選手もいたりはしましたが、まあリーガー対勢の方に関しては、まあ最悪通常 S ランクでもいいかなっていう選手もね、まあ結構いたっていうところがあるんでね、まあ今回のね、アニバーサリー第1弾に関してはね、スルーしてアニバーサリー第2弾でね、まあそれこそ、サンタナとか、ライディエルとか、コンちゃんとか、まあそのあたりを取りに行くっていう方もね、いるんじゃないかなと思います。というわけでもしよければ今回登場しているアニバーサリー第1弾12名で皆さんが欲しいなと思った選手いましたら、ぜひともコメント欄で教えていただければなと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回の動画参考になったらと思ってくれた方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。アタックスもやっていますので概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。